さあその有原の立ち上がり、初回バファローズランナー出して3-2から糸井は三振でスタートを切っていた。安達はタッチアウト、三振ゲッツ。まあ、これで厚澤コーチも乗っていけたという話がありましたけどもね。逆にちょっとオリックスからすると痛かったですよね。そうですね。さあ2回です。中島がヒット、先頭バッター出ますが、ここでエンドランが失敗で、これはタッチアウト。まあ、動いてるんですけど ね、まあ、向こうに突きがあったのかなっていう感じですよね。はい、逆に今度はファイターズ動いてランナー一塁でツーアウト、ランナースタートを切って、田中健介の打球は高いバウンド、ファーストの頭を越えていった。この打球で一気にファーストのランナー中島帰って1点先制。さらには陽大館三遊間を割って2点目タイムリーヒット。本当ファイターズらしい点の取り方でもありました。そして4回です。先頭バッターバーローズは糸井、高めのまっすぐを捉えて右中間、ノーアウト2塁のチャンスを作ります。その後中島のショートゴロでランナー3塁でワンアウト、 T 岡田初球ストレート狙っていったんですが、やや差し込まれていました、ショートライナー正面。これで2アウト。ここで有原が踏ん張って、ここは力入りましたね。そうですね、本当に一番いいボール投げましたよね。宮崎を三振に打ち取りました。そして5回です。ワンアウト一塁で中島スリーツーで西川スタートを切って、この打球がライトの左、この打球で西川一気にホームに帰ってきました。3点目。さらには田中健介1、2塁間を割っていきます。これもタイムリーヒット、4点目が入ります。その後ピッチャーマエストリに代わって近藤にもタイムリー、ランナー2人置いてバッターレアード、打った瞬間という大きな当たり、第19号スリランホームラン。これでもう試合がほぼ決まったという一撃でもありました。ですね。はい、7回です。ツーアウトランナーなし、この辺りで三者凡退かなと思ったんですが、中島が一塁へ悪送球、ランナーが出ます。ツーアウト一塁、続く岩崎がこれうまくセンター前に運んでツーアウト二塁一塁。なんとか一矢報いたいバファローズではあったんですが、この場面でヘルマンがファーストライナー正面。今日はホームが遠かったバファローズ、8回は八木、そして9回は二塁がマウンドに上がってツーアウトランナー二塁という場面で伏見の打球はセカンドゴロ。これで試合終了、9-0、ファイターズがバファローズを下しています。有原勝って今シーズンの5勝目というゲームでもありました。